どうも大之助です今回は恩返しする方法は自分で決めていいんだよということについてお話ししていきます。 ちょっとどういうことっていうふうに思うかもしれないですけど、今回の動画で一番言いたいことから喋っていきますね。まあ自分の人生は自分で決めようって話なんですよ。で、というのも、恩返しといっても、やっぱ自分の親とかね、今回は特に自分の親について焦点を当てて話していきたいんですけど、やっぱ僕たちは、まあ親に育ててもらった恩があるけど、だからといって親の言う通りに過ごす、暮らす自分の人生を決める必要なんてないんですよ。例えば大抵の親とかっていうのは、僕たちの親世代っていうのは20代、の時に結婚して子供を産んで家とか車をローンで買って、 銀行員とか大企業とか公務員とか安定した職に就く。これがあなたの幸せなのよ。とか、そのなんか親があの私たちがこのまま死んでしまったら、あなたが一人のまま死んでしまったら私は心配よって。だから親を安心させてちょうだい。みたいな風に子供を操ってくる人とかい,いません。そういう親あの？ まあ大なり小なりり小全員が全員そうじゃないかもしれないし僕たちも親の立場だったら確かにこの子,この子はずっと孤独なんだろうか一人なんだろうかっていうふうに思ったらそうやって言いたくなる気持ちもわかるけど正直余計なお世話じゃないですか自分の人生は自分で決めるしそもそも僕のチャンネルでこれまでお話ししてきたようにその人生の幸福って挑戦と健康と人間関係の充実度で決まるんですよねで企業の寿命って15年ぐらいになってきたぐらい変化の激しい現代社会の中で安定した職なんて大企業とか公務員とか 銀行員とかがその安定して給料をもらえるかもしれないけどその安定した幸せになるとは限らないしそもそも大企業だって終身雇用崩壊してるし銀行だって地方銀行とかバンバン潰れてますよねだから時代の前提変わってるんですよね結婚が幸せになるとはインターネットの発達によって別に性格のいい人だったら結婚してなくても独身でも楽しく暮らせるし性格が悪いやつだったら別に結婚したところで幸せになれるとは限らないわけなんですよ結婚するかしないかってもう趣味の範囲になってきてるしねみたいなふうにあのなんだろう 他人のシーターレールを歩くことが僕たちの幸せになるとも限らないし自分の親がこれ幸せだっていうふうに思ってることも僕たちにとってはそれが幸せとなるかどうか分からないわけなんですよね。で人それぞれ価値観とか好みとか違って音楽だけでもそのクラシックだったりとか,そのなんかヘビメタだったりとかいろんな好みがあるじゃないですかみたいなふうにあのなんだろうね その親の言う通りに従うことイコール親を安心させることなんだっていうふうに思うかもしれないけどまずは自分を幸せにすることそしてその余剰で自分の親を安心させることの方が優先順位としては重要なんじゃないのって話なんですよね。自分の空腹を何とかしないと他人にパンを当たる余裕なんてないですからね。 で、いいくらつ血が繋がってよよ、う他の人間ななわけなんですよ自分の親だって365日24時間死ぬまで一緒にいてくれるのは親じゃなくあなた自身なんですよね親友や親は食事中あなたと一緒にいてくれるわけじゃないんですよねで実家帰るとしてもせいぜい年間15日とか20日程度じゃないですかそんな帰る人もそんなけうっすよね俺もあのゴールデンウィークとかお盆とか年末年始とか、まあ、せいぜい、まあ、2週間ぐらい14日ぐらいなんですけどってなったらまずは重要視するのは自分自身の意見じゃないって話なんですよね で例えば親御さんの方々この話を聞いていただいている,いていいている親御さんたちも自分の子供に確かに安定して安定してた職を見つけてほしいっていう気持ちは分かるんですけどただあの親の言う通り地元にとどまって親の決めた企業に就職させたとしましょう自分の子供もねただ子供はその未来を望んでいませんでしたその結果親に言われた仕事をあのずっとやってメンタル病んじゃ,病んじゃいましたなんならそのせいで追い詰められて自殺しましたっていうふうになったら。 そ,れぐらいそういう未来になるくらいだったら子供にのびのびと好きなことをさせてあの子供は遠くにいるけど元気に暮らしてるよっていうふうにたまにビデオ通話するだったりとかたまに帰ってくるとかで健康な姿を見せる方がその実家にずっといさせて子供も部屋おじさんおばさんになってそしてメンタルを病んでいくよりその方が子供の人生にとって幸せだと思いませんって話なんですよね要するに自分の手元に置いてあなたが安心感を得たいだけで自分のメンタルが不安定なつけを子供に払わせようとしてんじゃねえよっていうふうに僕は思うんですけど皆さんどう思いますか要するに あの自分を幸せにできるのは自分だけなわけなんですよねで関わる人間関係っていうのは自分で決めましょうって話なんですよ人間って日頃関わる人たちから影響を受けて自分の思考とか習慣とか性格とか変わっていくわけなんですよだから僕たちが日頃付き合う人間がアルコールギャンブルタバコ責任転嫁大好き努力大嫌いって人たちばっかりだったら僕たちも腐っていっちゃうわけなんですよねだからだから皆さんがもう社会人になってるんだったらさっさと家出ちゃえばいいわだけの話なんですよね でその客もしかりで日頃から勉強とか部活とか副業とか頑張ってる人と一緒にいるとこいつら頑張ってるから自分も何か頑張ってみようかなっていうふうに良い影響を受けることができるわけなんですよだからこそ僕たちは日頃関わる人間を自分で決めていかなきゃいけないわけなんですよねそしてやっぱり親の言うことに従うとか親のすねを果汁だったりとかそのもし僕たちが女性だったとして素敵の王子様に養われたい専業主婦希望っていうふうになっていたりとかそして 僕たちが社畜としてとか,あのなんか大企業とか公務員とかそういう安定した職員に就いたら一生甘い資料を作り続けてられるっていうふうに思っていたとしてそうやってこういう場所に来たらあとは頑張らなくていいみたいなふうに誰かに依存していたら自分の足で立つ筋力がなくなっちゃうわけなんですよね。でだからこそ なんだろうね自分の人生は自分で決めるっていう考え方を持っておかないとあの、まあ、自分も周りも不幸になっちゃうよって話なんですよね幸せっていうのは誰かに与えられるものじゃなくて自分が誰かを幸せにしようというふうに思っている人たちにだけ幸せが訪れるわけなんですよねなんか哲学的でちょっとわからないっていうふうに思うかもしれないけど要するに誰かに幸せにされたいっていうふうに思っている人じゃなくて自分はこの人と共に幸せを作り上げていきたいっていうふうに思っている人の方が断然充実した人間関係とか人生を送れるよって話なんですよねで例えば親への恩返しなんですけど これもちょっと繰り返しになるんですけど20代のうちに結婚とかさっきのお話したわけなんですけどそのけ自分が好きでもないような相手を、ま、周りに親とか先輩とかに裂かされて結婚してあと70年一緒にいるストレスっていうのは自分自身が受けるわけなんですよ。とか親が指定した場所に就職するとしてその就職のストレスをこむるのもあなた自身なんですよね親じゃないですよねその面倒な仕事をやるのも親じゃなくて全部自分自身なわけなんですよね。 だったりとか家とか車のローンを支払い続けるのもあなた自身なわけなんですよね。っていうふうに。 その例えば親の言う通りに従って生きたとしましょう親はその自分の言う通りに従った子供たちの姿を見て多少メンタルが安定するかもしれないけど僕たち自身がメンタル病んじ,んじゃったら本末転倒だと思いませんで親もそれって本当は望んでないでしょって話なんですよねだからその親を安心させなきゃっていうふうに思,い思う気持ちも分かるしそして親も親を安心私たちを安心させっていうふうに思いたくなる気持ちも分かるけど安心させる方法は自分で決めていいわけなんですよねで やっぱ自分が満たされれててなななないい状況で他の人を助けけられる余裕なんてないわけなんわですよどんな聖人君子でも腹が減っていたら飢えて死にそうだったら盗んパンを盗んでとか他人を殺してでもパンを奪うわけなんですよねでその逆もしっかりで僕みたいに性格のねじ曲がったやつでも日頃から食事とか睡眠とか運動とかを心がけていて心も体も満たされていたら他人に優しく振る舞う余裕が生まれてくるわけなんですよねだからその他人にパンを与えたいならまずは自分の空腹を何とかしようと話したんですけどだからじゃあどうしたらいいのかというとまずは自分の力で稼げるようになる,になると性殺与奪権利を他人 に委ねないと社畜として暮らしていたら収入源を本業一本に頼っていたらいざという時首を切られたりとかやっぱ職場がブラックだったりとかパワハラだったりとかっていう時にとか会社で横領とか汚職だったりとか賄賂だったりとかいろんなその悪行がはびこってる時とかにもその逆らったら生きていけないわけなんですよねじゃあクビにするぞっていうふうに言われたらとかいじめられたらその自分の生活が立ち行かなくなるじゃないですか。だから僕たちは 学生時代とかでもいじめを見てみるふりとかしてきませんでした僕もいじめられっ子だったし他のターゲットに移った時にあの何度も見てみるふりをして自分と同じようにいじめられてる人たちをの,あの救いの手を払いのけてしまったそんなクズ人間なわけなんですけど俺もねただそんなふうにやっぱりね人間の性格とか行動っっっててて環境によよ決まってしましうわけなんですよねでじゃあ諦めろというとそういうわけじゃなくてそうじゃなくて自分で 例えば副業で収入源を他にも確保していてその別に本業を辞めても何の差し支えもないんだったら別に嫌なことをもうこれ以上無理を敷いてくるんだったら俺全然辞めれるしだったりとかあの職場のゴミみたいな飲み会とかに行かなくても傷のなめ合いをするだけの飲み会とかに行かなくてもお前らに嫌われたところで転職したら一生関わらないし別にお前らと関わらなくても生きていけるんだぜっていうふうに自分のこと自分の居場所他にもあるんだぜっていうふうに思っておいたらそのなんか他の人たちに媚びへつらわなくて済むわけなんですよね。 っていう風にやっぱり自分の力で自分の足で立って生きていけるようになるとそしてその余裕で倒れそうになっている自分の大事な人たちを支えるっていうことが重要なわけなんですよねだから自分がまだろくに立ててもない状態で他の人たちを支えようとしていたらそれはその重みで僕たちが潰れてしまうよって話なんですよね。だからその何度もねあの、まあ、親が心配だからって顔子にしてその自分の子供が甘やかされて育って大人になっても何もできないような,な人間が出来上がってしまうこととか社会では多々あると思うんですけど。 そうやっっててにになななることって非常に危険なわけなんですよ。親も自分の子供を助けることによってまあ,あのメサイアコンプレックスって言ったらいいのかな他人を救済することによって他人の居場所になることによって自分は存在していいんだっていうふうに思うみたいなねそのボランティア活動に従事しすぎて家族間が冷え切ってるみたいな人とかいるじゃないですかそんな感じになっちゃってませんかって話なんですよね親御さんの方々ね。で、 仮にですよ人に言われた通り生きたところでその自分が楽しくないわけじゃないですかで誰のために人生を生きてるのか分かんなくなっちゃうじゃないですかその親に言われた通り地元に残って言われた企業に行ってそして親の言われたあのお見合いだったりとか縁談だったりとか,そのなんかまあ今いる相手とそんな好きじゃないけど、まあ、もう親にせかされて結婚してみたいなのでその誰かの通りに人生を生きてたとして親が先に自分よりも死ぬわけじゃないですか何のための人生だったのっていうふうに親のこと恨んじゃいませんって話なんですよねで 人それぞれ得意なこととか好きなこととか違うわけなんですよね。価値観とか違うわけなんですよね。で、自分のやり方で自分の理想を叶えたらいいわけなんですよ。例えば僕だって、そうやって自分の将来のことで親と何度も喧嘩したんですけどね、就職してからね。まあ、あの僕は全然仕事できないから、その何度もう仕事嫌になっちゃって、あのそれは僕、現実から目を背けてたんですけど、それは親を指摘してくれたんですけど、とはいえ俺は、 そのメンタル弱いし能力も低いし今の仕事ずっと続けられるわけないっていう風に思ってたんですよね特に現代社会って少子高齢化で人口減少でそして定年もどんどん伸びてきてるし年金もらう受給額受給開始年度もどんどん遅れてきてるしだからこのまま何もしなかったら社畜として60年くらいずっと今の仕事をやらされるわけなんですよ絶対心と体持たないなっていう風になるから俺は 副業だったりとかで自分の生き方を模索したたいいっていう,ふうに思ってたんでですよねでなんか親がなんか交互に干渉してくるから俺はこういうことしたいんだっていうふうに言ってもそれは絵に描いた餅だみたいなふうに言ってきて「いやお前ら副業やってことねえだろ」っていうふうにやったことない文在の人間がその餅は餅屋だからあの「あんたらその絵に描いた餅をじ実物に変える方法知らないんだろう俺はあん,たらあんたらに頼らねえよ」っていうふうにあのバチバチに喧嘩してたことはあったんですけどね。だから俺は別に親と絶縁したいわけじゃなくて 別に俺もその時間とかお金とかに余裕を作ってあの親に好きなところ旅行に行かせたりとかうまいもの食わせたりとか健康のうちに親が健康のうちにいろんなことしたいわけなんですよねさせてあげたいわけなんですよねただ俺は社畜のままだったら何もできないとそれこそあの俺の親父が4年ぐらい前からうつ病になっちゃったんですよねで仕事辞めるどころかもうなんか命を絶とうとしてたぐらいの勢いだってでそ,の時その時にちょうどコロナ禍でそのステイホームというかその県をまたいでその実家に帰ることとかもできなくて。 で俺はなんだろう自分の大事な人たちを守るために仕事をしていたはずなのに大事な人がピンチの時に助けられないなんてそれって今の仕事やってる意味あるのかなっていうふうに思っちゃったんですよねっていうふうになったらその俺がただそれはじあの俺が仕事辞める理由にお親父を使いたくないから親には言ってないけどねそのところまではねただ俺は自分の正義を成し遂げるためにはそのやっぱりそのなんだろうあの人に忖度するというか人に生殺与奪の権利を委ねたくないなっていうふうに思ったんですよねで その俺の親としても俺の幸せ大の助の幸せを一番に願ってくれているっていうことを言っててだからこそ <laughs> あのごお互いのゴールは一緒なんですよね俺,俺の描いてるゴールもその親の描いてるゴールもただそのやり方っていうのが親の言う言う通りに社畜として暮らしてあの暮らしたところで俺の描いてるゴールにはたどり着けないとだから俺は俺のやり方を貫くっていうふうに言ってるわけなんですよねでも最近ここ数年親と放っ,て放ってくれてるようになったんですけどあもう,もうあの 俺は,俺は頑固だから話聞かねえなってどれだけ言って無駄だっていうふうに思ったら理解してくれたんかもしれないですけどねまあ,あのそんな俺の話はともかく うん、やっぱりね世の中っていうのは正義のおつき合いであって自分の力を通したかったら実力を身につけるしかないわけなんですよね僕たちだって仕事したくないじゃないですか家で,ず家でずっとゴロゴロしたいし友人たちと遊んで暮らしたいじゃないですかけどそれ,をそれができるのは例えば西村博之さんみたいにそうなんか特定の影響力とか知名度とか,そうなんか特出した才能があるとか能力があるとかそういう人間とかにならないととか社会貢献をしないと誰かに役に立たないとそういう人間にはなれないわけなんですよね。 誰かみんなが嫌なことを我慢してやる、もしくは特別な人間になるしかないわけなんですよ。だから自分の正義を貫きたかったら特別な人間になるための努力をし続けなきゃいけないわけなんですよね。だから僕はその もう才能がない分際で大きな欲望を抱えてしまってるからその欲望その理想を叶えるためにできる限りのことをしようっていうふうにあのなんか他の全てを犠牲にしてでもどうでもいいやつらに嫌われてもいいしどうでもいいやつらと飲み会とか全部断ってってあのそしてあの自分のリソースを全部その副業だったりとか自分を磨くこととかにフル,フルコミットしようというか全部投入しようというふうに決めてるわけなんですけどそんなふうに何か狂気的な一面がないとやっぱ自分の未来って成し遂げられないんじゃないのかなっていうふうにやっぱ僕の周りで成功した人たちとかを見てたらなお思うわけなんですよね。 例えばやっぱりブログとかで成果を出している人とかも俺ブログで1円も稼げてないけど一応4年ぐらいやってるんですよね。でやっぱりせ成果を3年とか4年とかで出してる人たちとかっていうのはみんな。あの まあ会社で本業で働きながら朝の通勤時間にアイディアを練ったりとか昼休みにちょっと執筆したり仕事を定時で終わらせて家に帰ってから夜中までブログを書いたりとかそういう狂気的な生活を3年とか4年とか続けたそういうなんかね頭のおかしいそのなんか行動量の人たちとかがやっぱ成果出してるんですよね。それぐらいやっぱりそのなんか上に凡人で上に行くためにはなんかどっかそのそれらは犠牲にしても全然いいよっていうふうに思えるぐらいの。 強いモチベーションとかがないとそこの高みまで行けないんだろうなっていう風にやっぱ最近改めて思う限りなんですけど要するに何が痛いのかっていうと その僕は例えば本を読むこととか自分の頭で考えることそしてこうやってベラベラしゃべることとかすごい好きなんですよねただそれってこうやってやってみて分かったというか多分好きちょっとずつ好きになってきたんですよそんなに俺話すこと好きじゃないだろうとか人見知りで内向的な陰キャだから話すの好きじゃないだろうっていう風に思ってたんですけどいやなんかね語彙力とかが増えたりとか自分の頭の中で考えられることとかその物事の視野が増えたりとかね宗教だったりとか自人問題だったりとかいろんなことを学んでいくにつれて自分の中でこ,れってこうしたらいいんじゃないあしたらいいんじゃないとか その社会保障の問題とかってこういうのがあるんじゃないベーシックインカムってこれがいいんじゃないこう,こういうふうに実践したらいいんじゃないとかその選挙の構造の,あの不具合だってこういうふうに直したらいいんじゃないだったりとか自分の頭でいろいろ考えることができるようになってくるとなんか楽しくなってきたんですよね話すこと自分の考えをもっとそのインターネット上に残しておきたいというか自分,と自分の考えに賛同してくれる人がいるのか反対する人がいるとしたらどういうところが欠陥なのかとかみんなからのフィードバックをもらいたいというふうに思えるようになったんですよね。 みたいなふうにやっぱりやってみないと分からないこととかも多いしやってみることによって自分の得意とか好きなこととかが浮き彫りになることだって多々あるわけなんですよね。でそれによってやっぱり自分の好奇心を発揮できるものっていうのは学習効率が高まるし多少のトラブルとか困難があってもずっと努力できるしそして 親に言われなくても先生に言われなくてもそのずっと努力できるからずっとその自分の過処分時間とかをそこに投入することができるから長長期的にめちゃくちゃゃく成すするわけなんですよねだから世の中のつまんないお子さたちは好きなことで生きていけるほど社会は甘くないよっていうふうに言うけど。 あの実際のところは好きなこと以外で成功できるほど社会はうまくないんだよって話だしたしだからこそ自分の好きなことを見つけてそれで自分は特別な存在になって特別な存在とか希少性のあるような人間になることによって自分の夢を叶えて自分の有々的な生活を手に入れてその余剰分で自分の周りの大事な人たち叶えたらいいの幸せを叶えたらいいんじゃないって話なんですよね。自自自分分分をを犠牲ににししててての家族とととかか親友とかを助けよよよううたら自分が先に潰れちゃうよって話なんですよ、ね、ですね ななんて言ったらいいのかなあの飛行機のアナウンスとかで、えー、と緊急時にその酸素マスクが落ちてきてあのお父さんお母さんとかは子供より先に自分につけてくださいっていうふうにアナウンスがされるのを皆さん聞いたことありますというのもあの子供を優先してマスクつけさせようとしたら自分が酸欠で意識倒れちゃって子供も酸欠で倒れちゃってどっちも命救えないわけなんですよね。だからそう,そうまずは自分の身の安全を確保してから子供を助けてあげてっていうふうにアナウンスされるわけなんですけどで僕の好きな漫画で「東京グール」ってあるんですけど東京グルも。 その主人公の金木くんが5巻ぐらいコミックスの5巻ぐらいで拷問されるわけなんですよね。でその時に金木くん母子家庭でお母さんと2人暮らしだったんですけどお母さんのお姉ちゃん金木くんのおばさんすねがあのお母さんにお金を貸してくれっていうふうに無心してくるようになったわけなんですよね。お母さん当然母子家庭だからそんな余裕なかったけどたくさん働き詰めることによってなんとかお金を捻出して渡していたわけなんですよね。その結果過労で倒れて死んじゃうわけなんですよ。で金木くん一人ぼっちになっちゃうんですよね。で金木くんはお母さんのあの行動間違いだったって息子のことを考えるんだったら 本当に息子が大事なんだったらあの自分の姉からの誘いというか頼みは断るべきだったってどっちにもいい顔するからこういうことになるんだって自分の大事なものを守るためには力が必要なんだっていうふうに金木くんが覚醒するシーンがあるんですけどまさしくその通りでやっぱ大事なものを守るためには力が必要なんですよね。というのもやっぱ人それぞれ大事なものって違うわけなんですよ。僕にととととって自分の親父とかあの自分分のの親とか親親父かかか両友大事ななわけけんですけど 俺の両親が死んんだところで皆さんの人友たちって俺にとっての親友たちっていうのは皆さんにとっていくらでも買いの利く社畜なわけなんですよねみたいな風に。にその逆もしっかりで皆さんの親友とか皆さんの両親ってあの俺にとって、うん、言っちゃ悪いけどいなくなったところで俺の人生には何の差し支えもないわけなんですよねみたいな風にそに自分の大事なものを他人がた守ってくれるわけないんですよ国とか会社とかあのその辺のおっさんとかおばさんとかが僕たちを守ってくれるわけないんですよね 結局人間で自分が一番可愛いわけなんですよそれは僕たち自身がよくご存知でしょって話なんですよね。だから大事な人たちを助けたいんだったら自分が力を身につけるしかないし。 <laughs> 繰り返しになるんですけど自分を犠牲にしてまで先に誰かを助けようとするんじゃなくて自分の無理のない範囲で誰かを助けつつまずは自分を助けるようになることが先決なんじゃないのって話なんですよね。まあ5分以内で終わるような親切とかっていうのは自分の焦りの感覚を減らしてくれたり生産性を高めてくれるから例えばあの後ろでその両手が下がっている人が歩いていたら自分がドアを開けて待ってあげるだったりとかちょっと荷物を持ってあげるだったりとかその道で迷っている外国人がやったら道案内してあげるとかそういう些細なあな親切とかでもいいんですけど。 そういう親切とかをやることは大事なんですけどただ自分の人生を犠牲にして何時間も誰かのために自分を使っていたらその誰のための人生になっちゃうのって話なんですよねそこには注意しましょうっていうことをお伝えしたかったわけなんですけどだからこそ僕は改めて思うんですけど安定した昔ながらの仕事なんてくそくらいっていうふうに思ってるわけなんですよねでそのなんだろうね やっぱ時代が変わっていくと新しい仕事が生まれて古い仕事ってどんどんなくなっていくわけなんですよ現代社会で洗濯板で服洗う人ってほぼいないじゃないですかというのも洗濯機があるから僕たちは洗濯の手間が大幅に減りましたよね。 とかその鋼の錬金術師とか結構昔の世代だったらその電話交換士っていうのがいたわけなんですよ固定電話から僕が自分の母親に電話かけようっていうふうに思ったら一旦お姉さんにつながって「あの大之助さんの母親ですねはいつな,ぎつなぎますね」みたいなふうな中継役がいたわけなんですよねいらないじゃんそんなんエレベーターがあるとかいらないじゃんそんなそんな若い人材があるんだったらもっと別の必要としてる人材のところに回しましょうよって話なんですよねだからあの親世代とかが言ってるような安定した職っていうのは安定じゃなくなってるわけなんですよね ユーチューバーみたいなふうに新しい稼ぎ方の人たちとかいっぱいいるわけなんですよ AI プロンプター AI に指示を出す人とかドローンの操縦者だったりとかねそういうふうにその今の子供たちが大人になる頃には世の中の職業の半分ぐらいが消えていて新しい仕事が半分ぐらい生まれるっていうふうに言われてるわけなんですよねあとはあのメタバース空間の建築家とかねあのマイクラの職人さんみたいな感じなんですけどそのふうに僕たちの予想しなかったようなあとなんか、うん、NFT とか仮想通貨とかのなんかいろんなそうとか AI を作る人だったりとか いろんんなな仕事が生まれてくるわけなんですよっていう風になったらその僕たち若い世代からしたらファックスやるやつ使ってるおじいちゃんとかってマジファックじゃないですか <laughs> あのファックスっていう風に僕は分別と少々を込めて言ってるんですけどそんな非効率なせやり方をす進める人たちに対してねそのな風にあのなんだろうね、まあ、確かに恩子知心って言って昔の考えとかを大事にするのも重要なんですよ。 あの僕はあのことわざとか四字熟語とか好きだしね昔の人たちの考え方に敬意を持つことは重要だけどそれが合理的な手段じゃないんだったらパッて捨てれるようにするっていう思考の柔軟性も重要だよねって話なんですよね。だから 僕は僕のやり方で僕の正義を貫き通してまずは大之助という人間を幸せにするとそしてその余剰分で僕は自分の家族とか親友とかを幸せにしたいなっていうふうに思うし皆さんも自分の人生を幸せにしたいというふうに思うんだったらその、ま、やっぱ生きてたらどんどんしがらみて増えてくると思うんですけど特に自分の親への恩返しとかねそれは親が死ぬ前に何かしら親孝行したいというふうに思うのは当然でしょうただその自分を犠牲にしてまでそんなことする必要ないんだよって例えば 親,とあの親に日頃から実家帰った時とかに今までこういうことしてくれてありがとうって育ててくれてありがとうとか俺は自分の,あの名前結構気に入ってるようだったりとかおあの両親に肩もみしたりとかね。で、あのなんか あの実家帰った時は親が料理作ってくれるわけなんですけどそれもご飯作ってくれてありがとうだったりとかそして自分で皿洗ったりとかあの親の分とかもまあ皿洗いぐらいさせてよっていう風に皿洗ってるわけなんですけどそういう風に別に自分に余裕がないんだったらお金かからなくても相手に感謝を伝える方法とか恩返しする方法だっていくらでもあるんですよね。そして自分を犠牲にしてまで何かしようとしてたら別に親子関係に限らず上司とか自分のパートナーとか友人とかあの部下とか後輩とかあの自分の子供とかねやっぱどっちか一方が我慢し続ける関係って長続きしないですから破綻するっすから。 必ず風船破裂するしダムは決壊するからそういう風になる前にその自分の人生は自分で決めるんだっていう風にそういう覚悟を持っておきませんかということをお伝えしたかったです。ということで今回は以上バイバイ。